はい、皆さんこんにちは。今回飛び立て11期で、飛び立て11期地域人材コースで、アメリカの方に留学させてもらってもらった柏原大成と言います。今日よろしくお願いします。今回僕親教育っていうのをテーマに留学させてもらったんですけど、まず親教育って何だっていうのを多分皆さん知らない方が多いかなと思うんで、ちょっと簡単に説明させてください。こんな感じです。親への子育ての支援だったりアドバイスなどをすることで、親が子どもと良好な関係を保ちつつ、なんか自信を持って子育てできるサポートをしていくのが親教育っていうふうに認識してください。なんでこれ僕親教育っていうのをテーマにしたかっていうと、僕自分の中でこういう軸があるんですよね。信念みたいなものがあって、この誰かのいいきっかけになりたいなっていうのがあるんですよね。で、僕自身はそういうふうに、誰かのいいきっかけっていう、その人が死ぬ時に自分の人生楽しかったなって言っていうような人生を送ってもらえるように、そういうきっかけを与えるような活動を今もやってるんですけど、これをやって突き詰めていった結果、僕が思ったのは、これをその人に提供しようと思った時に、その人の親の力ってめちゃくちゃ必要だなと思ったんですよね。その人の子育ての仕方だったり、親としてその子供に対してどう接するかっていうのがやっぱり大きく影響してくるなと思った時に、今の日本の社会って子育てしづらいと思ったんですよね。データとしてこんな感じで、日本の虐待報告件数が約16万件、主な原因が育児中の過度のストレスだな、過度のストレスっていうデータが出てて、これをその逃げ道を作ることが僕は必要だなと思って、今の日本の子育てしづらい社会、なかなかその親が弱音を吐けないような社会っていうのをどうにかして変える、何か一つ施設を作るなり自由を立ち上げるなりして、今の日本の子育ての環境を大きく変えないと、なかなかみんなが自分の夢に向かって自分で選択して自分の人生を歩むってことがなかなかできない世の中になってるんじゃないかなと、もっとそれを変えようと思って留学しました。で、留学先はアメリカで、カリフォルニア州立大学のサンマルコス校ってところにお世話になったんですけど、留学中の主な体験として3つ、親教育の活動をしている団体への訪問学習、ヒューマンディプロップメントって今お世話になった大学の学科なんですけど、そこでの生徒との ミーティング、グループディスカッションですね、あとはそこの学科の授業の参加っていう主な3つの活動をやってきました。で、まず1つ目訪問学習なんですけど、ここの訪問学習何したかっていうと、そこの、僕お世話になったのはパートナーボイシーズっていうのとセンターフォーファミリー SDSU っていう団体なんですけど、そこで、実際の活動の内容を、聞いたりノウハウを確認したりとか、実際その活動に、参加してみたりっていうことをやってました。で、どういうことをやってたかっていうと、移民の親たちが、結構大学の仕組みだったり奨学金っていうものを知らないから子供を大学に行かせれないっていうふうに判断しちゃってる、それをなんとか変えたい、奨学金の制度を整えてお金がなくてもなんとか子供を大学に行かせることはできるんだよってことを教えてる授業をやったりとか、親のメンタルケア、メンタルヘルスサポート、リラクゼーションみたいなことをやったり、親同士のコミュニティを作って、親が自分たちで子育ての情報共有だったりとか、弱音を吐き合って、ちゃんと自分たちで励まし合ってできるようなコミュニティの、維持、あともう一つは子供のとのコミュニケーションの取り方のアドバイスとか授業をやってました。で、もう一つ二つ目がヒューマンディプロップメントの学生との、ミーティングっていうのをやらせてもらって、向こうの大学生って結構子育てしながら大学に通っている人たちも多くて、そういった、親をしながら学校に通っている人たちと、親としての悩みが何なのかってとこだったり、感情的になってしまった時の対処、これ日本ですごく多かった悩みなんですけど、これどうするのっていう話だったり、今どんなサポートを望みますかっていう話を、結構一緒にディスカッションをしながら、深めていったっていう形です。で、最後3つ目なんですけど、ヒューマンディプロップメント302っていう、授業の名前なんですけど、そこの授業で、子育ての基本的な知識ですね、そういったものを、自分の中でインプットしていきました。で、学んだこと、主に4つあります。親へのメンタルケアの重要性、これはもちろんその親がやっぱり子どもと向き合うのにやっぱりストレスがあると、なかなか子どもに対しての余裕ができないということで、そこを余裕を作ってあげるという意味でメンタルケアはすごく重要だなということ、で、親に対して教えるんではなくて一緒に寄り添って乗り越えるという考え方で接しないとやっぱり親は振り向いてくれない。で、もう一つ、3つ目が親同士のコミュニティの作成の意義、これってすごく大事で、親同士やっぱり仲間内で共有したりとか一緒に乗り越えるからこそ、結果が大きく、いい方向に向かうというのはすごくこの留学を通して感じました。で、僕もう一つこれ日本で、自分がこういった活動するときに絶対必要だなと思ったのが、親子の生活圏である学校だったり塾と連携する、親に来てくださいっていうんじゃなくて、親がすでに活動している生活している圏内で僕たちがそこに入り込んで一緒にやっていきましょうっていう方が親は入ってきてくれるなっていうほど感じました。で、もう一つ僕この留学で知識的に学んだことよりも自分の内面的に大きく成長したなと思ったことが一つあります。それがこれです。軸が強くなったなと。
どういうことかっていうと、まあ、ここまで僕が語ってきたのって留学生活の中でうまくいった経験なんですけど、実際失敗したりとかうまくいかなかった経験もあります。例えば最初授業、さっきの授業なんかは全部英語なのでなかなか最初慣れるのを苦労したり、まあ、ついていけなかったりもしました。で、訪問学習も全部受け入れてもらったわけじゃなくて、まあ、断られたりもしました。その中で俺今のままでいいのかな、このままでうまくいくのかなって悩んだりとか、ショートメンタルに来てたりもしてたんですけど、留学前に自分の中で、いや今の日本の子育ての状況を変えるんだっていう強い気持ち、夢っていうのをしっかり持った状態で、来たので、俺このために来たんだよねって自分の信念に立ち返ることができたんですよね。まあ、さっき言ったこの信念、誰かの言いきっかけになりたい、この信念に立ち返るおかげで立ち直れたんですけど、この立ち直るその経験を通して自分の軸ってしっかり強くなったし、かえって今後の活動って指針ができました。それがこれ親の学校を作るっていうことです。まあ、今も僕はこれに対して絶賛勉強中、活動中でなんですけど、今後これを叶えるために、達成するために今後も動いていこうかなと思います。でここまで、まあ、メインで学んだことを、留学で学んだことを話させてもらったんですけど、その他に、まあ、アンバサダー活動っていうのがあって、まあ、僕がどんなことをしたかっていうと、まあ、日本語学校みたいなのが向こうにあって、そこで日本語の授業っていうか、その日本語を教えてあげたりだとか、福山だったり日本の魅力、どういうところが素敵で、どういうところ観光に来てほしいみたいな、そういう話をしてきました。でまた事前事後の国内インターンで、まあ、エブリーさんにお世話になったので、その話も、触れさせていただきます。国内インターン、まあ、エブリーさんは自分たちの、会社の業務っていうのを手伝い体験させるっていうよりは、もう僕のために用意してくれたインターンをわざわざ作ってくれたんですよね。でどんなインターンだったかって、人を見るインターンシッププログラムっていうものでした。まあ、どういうことかっていうと、まあ、僕自身そうやって親だったりとか子供と触れ合うっていうことが絶対マストになってくる中で、やっぱり人との関わり合いって絶対必要なんですよね。いろんな人と関わって、その人がどういうバックグラウンドなのかっていろいろ経験を踏まなきゃいけないっていうことをよく理解してくれて、でその結果このような形で、結構、まあ、エブリーさんグループ会社なので、多くのスマイルエブリーさんやスケイさんなどグループ会社でのインターンなどをやってくれました。もうここで、まあ、各グループ、まあ、いろいろな、事業をやられてるんですけど、そこでの、まあ、体験を、いろいろその会社の人でどういう状況で働いてて、どういう状況で子育てしたりとか、やってるのかっていうのをしっかりと見せてもらうことができたし、まあ、エブリーさんの中で、まあ、類人エセミナーっていうのがあるんですけど、そこで、実際子供、自分たちがどういうふうに働きたいかとか、そういうのを考えさせるようなセミナー、社員同士のコミュニケーションを取るようなセミナーっていうのも、見せていただきました。また地域イベント、ハピママなんかそうですね、そういったイベントのスタッフだったり、人事の方のお手伝い、お仕事のお手伝いなんかをしてました。でこんな感じで、もう僕が人と触れ合うことがマストだから、とりあえずいろんな人と触れて、いろんな人の話聞きたい、経験を聞きたいっていうことを要望を通してくれて、結構今までやったことのないようなインターンを僕のために組んでくれました。でまた僕帰ってきてから、いろいろ自分でもう学生たちでイベントを立ち上げたりもしてるんですけど、こういったスタートアップ意見の福山だったりとか、まあ、広島ウェブエキスポ、まあ、こういうコロナのご時世で合同オンライン豪雪をやろうと、オンラインで合同企業説明会をやろうっていったことに対してすぐに協力してくれて、協賛していただいたりだとか参加していただいたりと、本当に僕がやることに対してすごく共感して協力してくれた、本当に素晴らしい会社だなというふうにエブリーさんに本当に感謝しかないなということです。で最後に、エヴァンジェリスト活動について少し触れさせてください。僕、まあ、飛び交って留学ジャパンの同窓会組織とまりきっていうところに所属してるんですけど、そこで、まあ、飛び立ての留学体験発表会、留学相談会、飛び立ての説明会などを通して、これから留学に挑戦しようかなって思っている子たちに対して、これ飛び立ての留学がどんなところが魅力で、どういうところがいいのかっていうのをしっかりと、まあ、広めている、伝えているような活動をしていて、まあ、来期から中国コアの代表をやらせてもらうので、今後もそういったふうにこれから留学挑戦したいっていう子たちのサポートだったり、留学から帰ってきた子たちのモチベーション維持、コミュニティの作成のためのイベント作成、イベント開催などに力を入れていこうかなと持ってます。最後になったんですけど、今回このような有意義な留学活動をやれたのは、支援してくださった学校の先生や企業の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。最後までご清聴ありがとうございました。以上で終わります。